はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら、買う気はないたということでね、これベルキンさんのね、あの車の便利グッズを紹介しようと思います。今日はね、こちら、六甲山の高山植物園に来ております。いやー、すごいね、綺麗ですよね。すがすがしいです。そういうところで、このベルキンさんの、新商品ですね。私ね、iPhone 新しいの買いまして、iPhone 11 Pro ですね。これは充電器がね、高速充電ということで、あれなんかボーって言い出した、ボーって言い出した。なんか今、六甲ミーツアートとか言ってね、なんかアート作品というか、これなんか、これ急にボーって、なんか謎のアートがいっぱいある。山とかにね、来ると写真ばっかり撮りたくなりますよね。もうね、iPhone の充電が少なくなってきたんで、充電してみようと思います。では、車に戻ってきたんで、つけてみようと思います。はい、では、では始めようと思います。これね、2個ね、送ってもらってます。まず開封しますね。開封しますね。カチャッテレー、シュコカチョコ。ベルキンさんのいいところはね、このアップル認定ということでね、純正ではないんですが、もうアップルからね、認められてるということなんですよね。ですよね。あ、結構小さい。これね、ほら、思ってたより小さいですね。すごいね、細長いです。もうちょっと大きいのかなと思ってました。差し込み口は USB-C になります。で、シガーソケットにね、ぶっ刺すと。今、充電がね、57% ということで、はい、ライトニングね、ぶっ刺します。お、当たり前やけど充電できた。これでね、50% が、約30分で充電できるというものらしいですね。で、実はね、もう一つ送ってもらってまして、こちらはね、USB-C と、USB-A が対応していると、2つね、差し口があるんですね。18W と 12W。まあ、1個前のね、iPhone も、対応できるということで、30W ですね、合計。少しさっきのより大きくなってます。開けてみましょう。いろいろありますよね、便利グッズってね。Apple 認定ということでね、信頼性が高いですよね。上のタイプが USB-A で、下が USB-C タイプですね。2個充電できると。これぐらいのね、大きさが違うんですね。こちらは、このね、USB-C と、ライトニングのね、このケーブルがセットで付いてました。USB-C が1つと、これね、従来の Apple 純正のコードですね。iPhone X とかはね、こっちになっちゃうんですよね。ちょっと充電してみましょう。今ね、これ私の iPhone 11 Pro と、で、こちらが iPhone X ですね。今、充電が 52% と、今、2台とも充電中でございます。ただ今、充電しております。はい、iPhone 11 Pro ね、新しく買った方にかなりおすすめですね。急速充電できるということでね、まあ、18W で、いいですよね。こちらの商品は、下の概要欄に貼ってますので、皆さん、クリックしてくださいね。はい。というわけで、Apple 認定、デルキンの、スマートフォンを充電するやつ、急速で充電するやつでした。じゃあね、バイシュ。